日本盆栽作家協会ヨーロッパ支部の皆さん、こんにちは。今日は皆さんと一緒に経道の勉強をしたいと思います。寒組ですね、中国の広東鉢に入れて、実が、今年はなってないんですけど、いつも実がたくさんなります。そして、掛け軸は、月ですよね。月に雲がかかっています。やはり、非常にこう幻想的な雰囲気を出すために、月と雲を掛け軸、それと向こうの脇床ですね。脇床には芭蕉ですね。芭蕉が月を見ているのか盆栽を見ているのか、非常にこう目線の位置があって非常に、意味深いことを芭蕉が何か詩を作る、そんな雰囲気を表現の世界を醸し出してます。で、やはり、飾りというのはやはり木の流れをしっかり取る。この木は、正面に、こっちに差し枝が、右に差し枝が大きく伸びています。差し枝が伸びて、これを飾るときには左側で飾って左かって伸びます。左かって、右流れ、右に差し枝が伸びる。それから大きな空間を取っています。左かっての右流れ、大きな空間を取って、そして、ここに余白を持っている。ね、そうすると、盆栽の線とか全体の空間、空気感が出てきます。大事なことは余白の取り方です。余白の取り方が大事なんですね。今度はさっきはあの夜の雰囲気だと太陽に明るくなりました、これで、波もあるし、朝陽ですね、太陽の光が、浴びている。それとこれは朝の雰囲気、さっきは夕方、宵の雰囲気、非常に、季節というかな、雰囲気が変わる。これが飾り玉です。ここにカムイコパンのちょっと青っぽい藤屋を、それとこれどんなイメージになるんですか。イメージカオスだけど、漁村の雰囲気が出る。盆栽飾って黒松の力強さと太陽が合う。やっぱりね、松の林の中にあるね、ここに漁村の船がある。ほんと静かに黙ってると将来の恋が、将来っていうのは松風だ。松の風のことを将来、将来の恋が、そうするとこの一つの漁村の風景がある。家を置いてもいいし、船を置いてもいいし、そうすると松林の、音が聞こえてくる。そういうのをイメージしてで右側、左側に飾ることを左買って右側、はい。まあこの今夏飾り、どちらかというと今ここに飾ったらしい石は、白高地の祖天椎板と、これは揖斐川の土波、海の感じの石です。海を表しています。それでこちらにかかっている掛け軸が、中国の唐の時代、屈原、その人の詩が書いてあります。でただ一つこの中で食がちょっと大きすぎる、食がね、このバランスが大きすぎることと、あと実は床、あの床の間とこの台の位置が高さが一緒だから、やはりもっと低い食を使った方が生えてくるかもしれない、あの実は床とこの食の高さが同じだから、だからそういうちょっとしたとも直せる、あの早漏の水記憶っていうのはこれは海の屈原の詩が書いてあって、これとイメージは合っている。ただいけないのはあの草物がちょっと若い、持ち込みがない。あの草物にもう少し持ち込んだ方がいいし、草物っていうのはできれば鉢が薄い方がいい。これが深いとやはりあの何て言うかな、草地面から生えたってイメージがない。だからむしろ
これ鉢から抜いて切ってしまって水盤に目洗いしてしまう、その方が落ち着きが出ると、ね、これが深いっていうのはあまり草物に合わない、うん、いいよ、ね、うん、であのテーブルごともうちょっとバッグチョコレートを、これ下にポンと、そうすると白が浮き上がる、もうね、白と黒が浮き上がってるだろ、夏の雰囲気でさ、うん、これが本床、本床、はい、脇床、本床、脇床、床柱、でこれは床が町、床か町、か町、またこの飾りに関しては、うん、この赤肌の三重と添草はどっちがいいと思いますか、うん、これでいいでしょ、うんうん、セミがやっぱり柳に止まってるからですね、そうそうそう、柳に、これはまさに真夏の飾りだ、松、うん、真っ盛り、ね、柳の間が聞こえてミン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 って聞こえて、向こう遠くでは海の波の音が聞こえるし、でセミの声が聞こえて、波の音が聞こえて、向こうにお寺があって、お寺でゴーンって鐘の声が聞こえる。みんな、それこれ想像する。ね、向こうで海がサバーッと浮いてる。ね、それで山の方では、海のそばでザバーッとして山があって海があったろ。ね、で波があって山の上にはお寺のテンプルがあって、そこでゴーン、そういうイメージ、このイメージ、そういうイメージかな、ね、セミの抜け殻があるわけだな、柳は、まさに夏真っ盛り、ね、で夏の暑さをこの水、海の水で涼しくさせて、涼しく、これ非常に珍しい種、この羅漢地区、ね、この羅漢地区で涼しさ、強さ、節があるから節がとても骨干し、節がとても強いんです、ね、これはこの竹の特徴、これこうやって強いでしょ、節が、うん、こう拳があって、ピュッていってまた拳があって、ね、これが羅漢地区の特徴、うんね、それで石の重さを支えて強いんです、ね、そういうことかな、この金は非常に品のいい方、とても品がいい、ね、この飾りはですね、黒松を飾ってますけども、これは右側に飾ってますので、右側、右の書院の方へ飾ってるから、右勝手左流れ、ね、流れに対して勝手をやっぱり置く石を勝手と言います、ね、それを覚えてください。で非常に豪快にこの流れる挿絵だ個性を生かして、今まだこの木は作ってる段階なんですけど、あの挿絵だ引き枝に力をつける、そのために力を太らせるために葉数をたくさんつけてます、ねまあ、ちょっと飾るには早いんですけども、まあ、あの一つの勉強材料として飾ってます。あとは縦軸は御嶽竹葉、竹葉の、やはり、照葉ですね、朝太陽が上がってきて波に出てる、非常にこう豪快な爽やかな力強い感じの掛け軸を飾っています。で脇床に飾ってるのが、これは瀬田川の石の、観音様ですね、観音、観音という形になります。非常に姿石です。これは、石もやっぱり遠山石とか、岩形石とかいろいろな形があります。まず石は形があるんですけど、まあ、そのあとは盆栽を飾る時にはそのバランスですね、バランスを考えて、いろいろな石を飾ってみることも必要だ。
まあ、ここに捨てられてある神鳩はおそらく樹齢は800年は経ってると思います。私が求めた時は三陸の神鳩の破傷で歯が荒くて大きかったんです。その時はまあこういうふうな状態でしたんですけど、今度歯を継ぎ替えて衣替えをしました。そして今現状それを継ぎ替えた状態がこれで、大体継ぎ替えてから4年でこの状態になりました。神鳩の中で私は最もこの木が好きな木で、非常に神鳩の持つ特性の連転した姿、水水を少しずつ細くしています。水水を細くすることによって木は逆に生きた部分が表現される、私はこのように思っています。あとそうですね、掛け軸は、初夏の戸田雄水先生、雄水先生の書で寒雲と書いてます。でやっぱり行書で少し柔らかめに草書系の行書で書いてますね。来年から私はこの軽度、畑山先生から受け継いだ須藤宇博先生の後にですね、小林くんが今度三世を受け継いでくれないかという話が持ちかけられまして、これからその軽度を私は受け継いで広めていきたいと思っております。須藤先生の理念を受け継ぐのは非常に難しいと思いますけども、頑張って、自分も皆さんと一緒に勉強しながら軽度をやっていきたいと思っております。まあ盆栽もその軽度も最終的に最後は精神的なものだと思うんです。で最初はどうしても盆栽を見て楽しむ、それで作って楽しむ、それから今度レベルが上がってくると今度は鑑賞して自分で心で楽しむ、最後は、やはり、その人の人生観とか理念とか哲学ですよね、そういうものになると思うんですよね。非常に難しいところまでいくと思いますけど、そこまでいくと本当のものになるんじゃないかな。昔はこのような綺麗な盆栽を作ってました。綺麗な盆栽から今は40年やって、味のある盆栽、盆栽の魅力は何だろうって気づいた時にはやはり線の動き、空間ね、あとその厳しさね、その味わいを表現しないといけない、ね、この綺麗な盆栽から私は味のある盆栽と移行しました、まあ、ここへ着くまでにはやっぱり40年かかりましたね、はい、40年経ってみて初めて盆栽の奥深さが見えてきた。盆栽の本質、真髄っていうのは何だと思いますか？盆栽の持つ生命力ですね。造形的な表面的な美しさでなく、盆栽の内に秘めた命の力、それとやっぱり美的感性、感覚っていうかな、そういったものが大事なんじゃないかと思います、うん、だから最後は盆栽を飾って、最後はもうなんていうかな、まあ、禅の世界へ行っちゃうんじゃないかなと思いますけどね、うん、だから盆栽道だ、要するに盆栽道を極めたい、自分自身も極めたいし、それを皆さんに少しでも教えられればありがたい。盆栽の持ってる本質ってのは何だろうってことをやはり広めたい、盆栽芸術です。盆栽芸術の奥の深さを、本当の真髄をやはり教えるためには、これは絶対軽度が必要なことです。